大樹寺五南線の積川と風土木の内月岡、吉利筆、明治六年三河一行一騎は、戦国時代に三河国の西三河全域で、A66 年から A67 年まで半年ほど、行われた一行一騎である。総当州の勢力が強かった東三河は、該当しない。現在の安城市の寺の本省寺、第十代、空慶が中心となって、 浄土新宗の本願寺門と逃げを飛ばし、両首の松平家康と戦った。三州一行、総乱期に、東国壁海軍の寺村の本勝寺とモースは、一行宗の小本寺にて、守護不入の道場、東国三家寺のその一家寺なりと記載されている。中心勢力は、三河三家寺と本州寺を呼び、桜井松平氏大草松平氏木良 荒川氏といった反家康勢力である。門戸側には、家康の家臣の本田正信や蜂や定時や夏目、吉信が参加するなど、内紛の様相も呈していた。松平宗家に対頭した安城松平家が、三河の中原に位置する安城城に居城していた時代から、もともと新州門戸でもあった安城府大を、 勢力拡張に伴って、過信団化したものであり、その最たるものは、本省寺門徒でもあった石川市である。一族の間で門徒方と家康方に分裂するなど、主君に対する踏み絵にもなった。三河一向一揆は、三方ヶ原の戦い、伊賀越えと並び、徳川家康の三大危機とされる。敵からも、犬のように忠実と仲間やゆされる形で評価された。 三河家臣団の半数が、門徒方に組みするなど、家康に宗教の恐ろしさを、まざまざと見せつけることとなった。大久保忠隆の三河物語に詳細が、長文にわたって記述されている。また、三州一行、騒乱記にも詳しい。本庄寺、上宮寺、正満寺は、三河における、本願寺教団の拠点で、三河三家寺と呼称され、 松平広忠の第二守護士不入の特権を与えられていた。三州一行、総乱記では、本章寺での発端説を第一に挙げ、次に、本章寺での別説、さらに上宮寺での説を二通り挙げている。諸説あると解説している。東照宮五みき巻二の記述。御家人東助先の上宮寺のもみを無限に取り入りたるより、 一行先週の門徒等に若に放棄することありしに、不入特権を主張する三河三家事と教団の利権を解体して、三河国統一を目指す徳川家康との対立が深まり、守護士不入の特権が侵害されたことに橋を発して、本生寺第十代空受けいは、上宮寺や正満寺と共に下家を飛ばし、本願寺門徒を招集して、菅沼市の砦を襲撃した。 新州門徒の松平氏家臣や、平氏などの有力豪族や今川氏の残党なども、加わり、松平氏の本庄である、岡崎城まで攻め上り、家康を窮地に陥れた。本願寺教団とは、仲が悪い新州高田派の有力寺院である、桑子名願寺、菅尾万世寺は家康についた。ただし、こうした一揆の描き方には、異論も出されている。平野明夫は、 A66 年の家康の動向について分析したところ、上野城の堺井忠隆の挙兵が、A66 年6月、寺部城の小笠原広重の挙兵が、同年10月以前、東条城の吉良義明の挙兵は、同年10月下旬、一向一揆の発生が確認できるのは、同年12月に、一揆軍が、本田広隆の土井城が攻撃した後のことである。また、堺、小笠原、 キラが一行一騎や、これを支持した、イエアス家臣と連絡を取り合ったり、共同作戦を取ったとする形跡がない点に、注目して、堺、キラシラの挙兵と一行一騎は共に、イエアスを標的としたものであるが、あくまでも両者には関連性はなかったとしている。A67 年1月15日の馬頭原歌戦の勝利で、徳川イエアスは優位に立ち、和儀に持ち込み、一騎の解体に成功する。 和議の仲介にも関わった、水野信元の書状には、永禄七年の春には、和議が整って国内が平穏になったことが、記されている。その後、同年四月には、小笠原氏が家康に従い、その後も抵抗を続けた吉良氏と、坂井忠隆は追放されている。一気に組した武士の中には、主君への忠誠心と信仰心の板挟みにあって、苦しんでいる者も,もあった。 そのような武士には一気を離脱して帰参することを望む者が多くいたため、一気は収束に向かった。またこの時、本州寺は御坊を消失し、正万寺はガランを消失していた。家康は和議を結ぶことで、一気州を完全に解体させた後、本願寺の寺院に、他派、他州への改修を迫り、これを拒んだ場合は破却した。一方、 本願寺の寺院の弾圧については次の見方もある。家臣の離反に悩まされた家康は自分に味方した家臣に対して特性令を出して本願寺の寺院など敵対者からの債務の返済を免除した。ところが一行一期との和議後にその扱いが問題になった。和議の仲介に当たった水野信元は特性令の一部でも認めてほしいと本州寺などに申し入れるが、 本願寺の寺院は、特性令は和議の条件に反すると反発した。和議の条件と家臣との約束の間で追い詰められた、家康は永禄の7年12月もしくはそれ以降に、本願寺の寺院の弾圧に踏み切ったとされる。一期の終結より19年後の天正11年まで、三河国は本願寺教団禁制の地となった。しかし、家康は本願寺教団に、 厳格な処分を下す一方、離反した家臣には寛大な処置で臨むことで家中の結束を高めることに成功した。この経験により、家康は本願寺教団の力が戦国大名にとって大きな脅威であることを身をもって理解することとなった。これが後世、本願寺教団の分裂に際し、教議を支持する一派に土地を寄進して分裂を支持する行動につながったと言われている。 この一期は、三河における、軍国支配の確立を目指した家康に対して、その動きを阻もうと試みた一向修正力が、一族や家臣団を巻き込んで引き起こしたものである。その意味では、松平宗家が戦国大名として、両国の一円支配を達成する際に、必ず乗り越えなければならない一つの関門であったと考えられる。平野、2017年。 P9 から 16AB12 月昨日付、水野信元書状平野、2017年、P24 から25.36。なお、松平木には、坂井忠隆の追放 A67 年9月6日としており、家康と一行一騎との和義号も抵抗を続けていた、ことになる。平野、2017年、P21 から24平野、2017年、P13 から16。 ありがとうございます。